はい、これも謎解きですね。なんか鍵とクリボーが見えたね。だからこの鍵を手に入れるって感じだよな。この土管から何か出る？何も出る？あ、これかぶるね、まず。ここか。で、次は？もう一回やってみる？破ってみる？あ、こっちも破れる。あ、止まった。どうすんだ、これ。投げてみるか。スイッチが変わるんじゃね？オンオフスイッチが。こんな感じで。で、ヨッシーが来る。で、ヨッシーをゲットしよう。で、この後どうすんだろう。あ、わかったぞ。ちょめです。ここに入ってドッスンを倒す。そしたらファイヤーボールが出る。これどうすんだろう。あ、わかった。これヨッシーで食べるんだ。タイミングよくこれでヨッシーで食べて、このボムを爆発させる。で、あっちから何か出てくるんだろうな。何が出てくるんだろう。ボムが出てきた。あれか、鍵か。うまくできてんな。入る。あ、楽しい、このゲーム。いやー、面白かったな。1分30秒ぐらいで解けたな。いいね。はい、今回も謎解きをやっていきますね。これはどうすんだろう？落とすのかな？ちょっと落としてみよう。なるほど。そこしかなかったからね。次はコイン取るのかな？この辺の。違うか。上かな？じゃあ。上のコインに入ってる感じかな？この辺に。あれ？どこだ？あー、倒すんか、これ。ちょっと時間かかっちゃうけど。上来たから倒す。上にあったか。ちょっとグダグダなのは許してください。初見プレイなんです。これはですね どう、ああ、わかった。そういうことか。こうか。ああ、難しい。そういうことだよな、でも。こんにちは、チョメです。これはまずこっちあるでしょ。次、サクッといくよ。サクッと。ここに出るからね。ここに、ここに。はい。一番左に出ます。で、次もサクッと行こう。まずね、乗ります、普通に。乗って、これね、B ダッシュで降りる。で、これで取れたね。で、ここに乗りながら上へ押す。よし、次から初めてや、また。あ、中間ポイントや。ちょうどよかった。はい。で、次からどうするんだろう。また、か、何万円やけ。P スイッチとこれのゴールがある。どういうことだ、これ。押してみるか。なんか出てきた。押してみる。何もない。え、どうすんの、これ。P スイッチで倒す？なわけないよな。え、どうすんだろう、これ。あ、こんにちは、チョメです。ここに行った時に落とすんか、これか。なるほどね。つるりんって落とす感じか。わかんなかった。これ持ってきちゃったんだけど、これも同じ仕組み感じ？バネ置けばいいんやろ、ここ。だから、ここ P いらんわ。あ、やべ、ここ落ちるんかい。バネを置きました。これでドッスンに踏まれるってこと？これどうなるんだろう。あれ、あ、これで落とすってことか、こうやって。なるほどね。これでどうすんの。ドッスンに潰されるってこと。うわー、ダメじゃねえか。どうすんの、これ。これで落とすのは決まってると思うんだけどね。これからがわかんないんだよね。これでドッスンで踏ませるってこと、これ。あ、これで倒せるんだ、カロン。なるほど。で、これで行く。次は、あ、木の葉や。欲しい、欲しい。で、木の葉でどうすんの、これ。わかんないな。倒してみる、これ。 ちょっと木の葉やあるから。これで、これでいいのかな？なんか違う気がするんだけど。潰れるってことかな、これ。あと一回。これ潰れるんじゃない？クリボーで。潰れんか。どうすればいいんだろう、これ。いっぱい増えちゃったけど。あ、こうやって倒すんか。できた、なんか知らんけど。 あそこの間に挟まったみたい。よーし、間に合うかな、これ。間に合うっぽいな。これ乗るんかな、こん中。乗りたいんだけど、乗れないんですけど。 うわ
くるりんってやって、ここで挟む。こんな感じ。で、鍵。で、ここからどうしようかって感じなんですけどね。乗るって感じかな。ここで乗る感じか。乗れるよね。乗ったら鍵が手に入る感じか。なるほど。で、次は、ここも中間ポイント。まだまだ続くってことか。結構大変だな、これは。すぐ出ないといけないのか。あ、関係ないか。ちょっと待って待って、どうなってんのこれ。わかんねえな。とりあえず、いや、投げてる。いや、どっかな、書いてある。ダメだ、これ。もう一回やり直すか。ファイヤーボールを倒すこと？これ。ここでいいんじゃない？オッケー。頭で倒した。そういうことね。ゴール！今までの奴ら全員飛んでけー楽しかったね、でも。最後、メットでファイヤーボールを倒すっていうのは、知らない人は結構苦労するかもしれない。いいね。コインを150枚以上取ってからゴール。はい、今回も謎解きをやっていきますね。なんだこれ。あ、家みたいな感じになってる。これは、キノコだね。都会には入っていく感じかな、これ。なんかサンタさんみたいだね、これ。なるほど。あなたの家の財産盗みますよみたいな感じか。泥棒して帰りましょうか。こんな感じに、泥棒するゲームですね、これは。ここなんかあるかな？なんもないか。屋根の上に1個だけか。ここもなんか入っていく。うん、ただコインがあるだけかな。これクリボー倒したらどうなるんだろう、こうやって。特に関係ないか。これは？なんか持っていく？投げて。あ、下のやつが取れることになってる感じね。これ、一個でも取り逃したらダメなんかな？なんか暴れてるけど。こんな感じで、あなたは無視しますよ。はい。なんか左とかも行けそうな気もするけど、とりあえず今回はスルーして先に行きましょうか。ファイヤーフラワー。カロンには効かない。ここは入れない。おお！カロンを倒して、この辺も倒しとくのかな？これはどうなんだろう？スターどうやって使うんだろう？ここ怪しいぞ、これ。なんもなかった。これは何なんだろう、ツタかな、これコインかな、普通に。1アップか。サービスですよ、みたいな感じかな。じゃあとりあえずこっちの右行ってみるか。せっかくだから。10コイン。あ、オンオフスイッチがあるね、ここ。ついでだから、まあ、ついでにこっちも行ってこう。下行かんで右行くか。またなんか登るのがめんどくさそうだから。これどうやって飛んだろう。取れないぞ。微妙に。なんか取り方があるんだろうな。下から取るんかな？で、右に行って、ここもコインがあって、あと何枚？あと半分か。ちょうど半分だね、あと。ファイヤーフラワーはあるから取らなくてよし。これもう上に上がっていくか。これでもう結構右の方に来れたんじゃないかな。途中下の方とかには行ってないけど。はい。赤い煙突。これもこんな感じ。これもなんかまた下にある感じかな。あ、やべ。やばいよな。そうだよな。わかってた。これどうなるんだろう。取り逃しかな。下からでも来れるな。下から来れるね、これは。でも下はないんだよな、入り口。じゃあもうちょっと右行くか。上にもあるな。これまたファイヤーフラワーでしょ。とりあえず取らないで行くか。多分ファイヤーフラワー。さあ、ここの家はでかいぞ。これとかも普通に、まあ謎解きっていうか、コイン集めだね、これは。あ、この辺も取っとくか。これは？上はもうないか。いいね。あ、自由に全部見つけるんじゃなくて、自由にこうやって集めてゴールできますよって感じなのかな。結構楽しいな、それは、それで。はい。あ、ツタがある。これで上上がれるってことか。もう一回上上がるか。あ、これで真ん中のところに来れたよってことか。ファイヤーフラワーってね、入った。30コインまである。あ、あと1コインだ。あ、これで OK だね。じゃあ右に行ったらゴールなのかな。せっかくだから色々見る。1アップだね。だから全部取らなくても、こんな感じでね、自由にできるって感じですね。下の土管も気になるけど、一旦ゴールしよう。いや、楽しいね、このゲーム。
169。いいね。